今回はこの我が家で使っているステンレス鍋の裏側にこびりついた焦げ付き汚れを落としていきます。ではまずはじめにその焦げ付き汚れをお見せします。はい、こんな感じにだいぶついてるんですよね。このあたりが一番ひどそうな感じがしますね。これ天ぷら鍋ですので飛び跳ねた油が下の方に回って焦げになるんでしょうね。真ん中はそんなに汚れてないんですけれども、この周りですよね特に。はい、続きまして今回焦げ落としに使用するグッズをご紹介していきます。まずは段ボールです。大きいのと小さいのがありますけれども、大きいのは下敷きですね、傷がつかないように。そしてこの小さいのはラップたわしを作るのに使えます、ということでラップです。ちょっと長めにカットしまして、その前にこれを折りたたんでいかないといけないですね。はい、適当に折りたたみます。こんな感じで、あとはこれも適当ですね、くる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 巻いていくと。ラップたわしはやっぱりある程度大きい方が擦りやすいんですよね、力が入りやすいですし、特に力のない方とか女性の方にはおすすめですね。ボタンボールを中に入れてラップたわしを作るのは、ラップだけで大きなサイズのラップたわしを作るとなるとたくさんラップを使えますので、このようにした方がいいのかなと、ということでラップたわしです。で、使わないかもしれませんがスコッチブライトの7447です。ラップたわしのオチがいまいちだったら使おうと思います。そして多目的クレンザーです。これをラップたわしにつけて磨いていくというやり方ですね。そしてゴム手袋です。ニトリルゴムの使い捨てタイプです。そして拭き上げる時のマイクロファイバークロスです。以上となります。では焦げ落としを始めていきます。では手袋をしまして、手袋をする目的は手が汚れないようにということもありますけれども、擦り洗いをしますので怪我防止という意味合いもありますよね。そう考えた時にはちょっと厚めのものの方がいいと思いますね。で、多目的クレンザーをかけてラップたわしにつけます。ですぐにしっかり蓋をした方がいいですね。乾くと大変ですので。で、まずは塗り伸ばしましょうか。乾きやすいと思うんで分けてやった方がいいと思うんですよね。まず最初は手前の半分やっていきます。はい、ではこすっていきます。このようにクレンザーが汚れた状態でこのラップたわしの面につくとうまく擦れなくなってきますよね。滑りやすくなってあまり落ちなくなりますね。なのでラップたわしの面を変えながら、ひどいところは新しいところを使っていくというやり方をした方が多目的クレンザーが効いてくれますね。うん、綺麗にはなっていきますがちょっと時間がかかりそうな感じですね。ここで7447も使ってみようと思います。このぐらい使いましょうか。では引き続きやっていきます。うん、やっぱり落ちはいいですね。ただ先ほどのラップたわしと比べるとちっちゃくて持ちにくいですね。その分力が入りにくいですね。ただ研磨力は抜群に高いです、比べると。やっぱり研磨剤が乾いてしまいやすいですよね。最初に半分ずつとお伝えしましたが、半分でも乾いちゃうんでほんのちょっとずつスペースを区切ってやっていった方がいいですね。研磨力が高いということはその分傷がつきやすいということでもありますんで、この7447でどのぐらい傷がつくのかというところも注目ポイントですよね。
はい、とりあえず半分だけ磨きました。このぐらい焦げついていると7447でも結構大変ですね。では引き続きやっていきます。こすると熱を持ってきてより乾きやすくなるんですよね。なので試しに塗りつけて水をスプレーして、このぐらい、これでやってみるとどんな感じなのかやってみます。研磨力は特に落ちることなく使えるような感じがしますね。はい、それでは残りの焦げも落としていきます。はい、一通り磨きました。おそらく焦げ付きは全部落ちたと思いますけれども、これからすすいできます。で、磨いてるうちにこの7447にさっきのラップたわしのように汚れたクレンザーがついて擦る力が落ちてくるんですよね。で、途中で洗ったりしながら磨きました。で、洗うとスポンジが少し濡れているので濡れた状態で磨くことになりますけれども、むしろちょっと濡れた状態の方が落ちがいいような気もしました。このスポンジにクレンザーがつきにくくなるからなのかもしれません。乾いてるとやっぱりつきやすいですからね、乾いた状態で。では水ですすいできます。はい、水洗いをして水気をクロスで拭き取ってきましたので、焦げ落とし後の様子をお見せします。はい、ほぼ完璧に落とせてますよね。ちょっとポツポツと残ってるところありますけれども、これは落とせなかったというよりもしっかり磨けてないところだと思いますね。で、横側もだいぶ広めに焦げがついてましたが、ご覧の通り綺麗になりました。そして傷についてなんですけれども、やっぱりついてますよね。小傷がついてますが、ただこれまで何度も擦ってきたので、今回7447と多目的クレンザーの組み合わせでついた傷はどのぐらいなのかというところは正直わからないんですけれども、傷はこの程度つくということになりますので、光沢のあるステンレスは気にされる方は注意が必要ということになりますよね。はい、ということで今回は多目的クレンザーを使ってステンレス鍋についた焦げ付き汚れを落としてみましたが、いかがでしたでしょうか。今回実際にやってみて感じた感想は、多目的クレンザーは一般的なクリームクレンザーよりもこんな感じで硬い状態ですので乾きやすいですよね。乾くとうまく擦れないので、乾かないように使うのがコツになるのかなというふうに思います。なので部分的に区切りながら少しずつ落としていくというふうにした方がいいと思います。で、さらにこう擦っていると熱を持ってきてより乾きやすくなりますんで、少しスプレーで水を加えて擦るとか、7447自体も汚れたクレンザーがついてきてうまく擦れなくなってきますんで、その汚れたクレンザーを落とすためにも水洗いをして、しっかり絞ったとしてもそこに水分がついてますんで、それで擦ることによって乾きにくくなりますし、少し濡れた状態の7447には汚れたクレンザーがつきにくくなりました。そういった点で効果的に落とせるようになりましたので、水分を加えながらやるということをするのがいいのかなというふうに思います。で、最初にラップたわしを使いましたが、確かに段ボールを中に入れてラップを巻きましたんで大きくて擦りやすかったんですけれども、でもこのような状態になると研磨力が落ちてしまうので、いまいちよく落ちてくれないと。当然7447と比べて研磨力は落ちますので、今回ぐらい焦げ付きがついているとちょっと時間がかかってしまいますし、何よりも疲れますね。なので少しでも楽に、そして早く焦げを落としたいということであれば、専用の研磨スポンジを使った方がいいのかなというふうに思います。ちなみにこのスコッチブライト7447は Amazon で購入しました。気になる方は概要欄に商品ページのリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。そして今回アルミホイルがなかったんで試せなかったんですけれども、アルミホイルを切ってボタンを状にして、そして擦ってもよく落ちますんで、アルミホイルをお持ちでしたらそのようなやり方もあります。ただラップたわしよりも研磨力が高まる分、傷のつくリスクも高くなりますので、そこは注意が必要になります。ということで今回の動画が少しでもお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。
掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも